久保さん、出しますね、マトリックスフォーチューンガリレオ懐かしいですね <laughs> いや今回のテーマはですね僕が業界人と縁を切った理由ですね僕が業界人と縁を切った理由にしましょういやあの当時ですねうんまあ会社にですね、まあ、来るわけですね今度こういうプロモーションやるんですけどよかったら吉田さんみたいなもういいよっていうまあその会社間のお付き合いだったりとかうんまあいろいろあるわけじゃないですかうん でもちろんまあ聞きますよね中身をあっそれはどういうふうにやってるのって聞きますよじゃあ聞いてやっぱまあ僕が終わりだったっていうのも、うん、あれかもしれないですけどなんか例えばその信頼してる久保さんにあそれどうなんですかあこれこんなんですよああじゃあ久保さん信用してるんでお願いしますみたいなじゃあ例のやつ久保さんのこと信用してるんで何でもいいですみたいな要は信用してるわけですよね会社間でやったりとかしてるわけですからだけど蓋開けてみたら お客さんのサポートしてないとかねコンテンツ逃げるとか,だからまあそういうのが多々あったりとかしたんでもう正直、まあ、正直ですよ僕は久保さんのことを絶対的に信用してるのは要は継続してコンテンツ提供ができるんですよ動画がでも多くの人っていうのは売り切りなんですよねやっぱ結局会社っていうのは会社の売り上げを上げるっていうのがもう第一優先であって会社の売り上げ上げたらもう何でもいいみたいなことなんですよ だから僕が前の会社でちょっと、うん、思ってたのがそこですよねやっぱ売り上げはもちろん大事なんだけどもっと大事な部分もあるよねっていうところでまあそういうとこだったりとか、うん、その業界の人たちの、うん、考え方っていうのが、うん、ずっと合わないなと思ってましたけどやっぱ会社の組織に僕は入ってますから、うんまあ、そこの組織の中で、うん、なんか。 もががき苦しみみたたいなのがあったわけですよだから本当に僕は一人になってよかったなっていうだからまあ一人になるしかないですよ本当になんか自由に自分で本当に正々正々堂々とやるためには組織から逃れて一人でやるしかないですマジでこれは僕の実体験ですだ正々堂々とガチでもうやっていくためには一人になるしか僕はないかなっていううん それはもう僕の実体験からお伝えでできることですねだからまあ僕はもう業界の人とほとんど縁を切ってますしあの連絡もしてないし見てないしって感じですねだからいまだに連絡する人っていうのは本当に、うん、一緒に何かやってる人以外はないですね、うん、で一緒にやってる人もうーんそんなずっと定期的にやってるわけではないですし、うん、なんかちょっとセミナーやるとか、うん、まあそれぐらいですよね まあ,あとは一緒にその、うん、なんだこんメディアを作っている例えば、あでもお客さんが多いですかね、まあ、久保さんももともとお客さんでしたしその森くんっていう子もいるんですけど森くんっていう子ももともとお客さんですし中村さんっていう中村トレーダー、ね、久保さんともやってますけど中村さんももともとお客さんでしたしだから今、結構ずっとつながっているのは元お客さんですね。 うん、ほぼってかそれしかいないですねうんだからその自分のお客さんではないお客さんではない業界の人とはほとんどつながってないですね今はねもう単独ですね完全そうで思ったことがうん一人が一番いいですね本当に、うん、しがらみもないですしやっぱ正々堂々とやっていくんだったらうん自分一人がいいですうん 本当、ね、組織っていうのはね、まあ、この動画では言わないですけど、ねあの、闇もありますから、いろいろと。うんまあ、それは会社勤め、何十年もその同じ会社で勤めてたら、その会社の闇って結構知ると思うんですよ。うんまあ、そこはね、この場で言うべきことではないので言わないですけど、だからその、なんだろうな、組織となんとかの狭間でみたいな感じで、まあ、ハンバーガーでしたからね、僕は。サンドイッチみたいな。うん だから僕はねこれからもずっと伝え続けていきますけれども久保さんは絶対的な信用なぜ信用してるのかっていうとあその億万長者合宿ねこれ終わってるわけですよ終わっててなんでこんなにリレーなんのみたいないや僕もついていってますよ僕もついていってますよ僕も絶対負けたくないし続けるんでうちから出るパワーですよね絶対も久保さんに負けたくないしずっと作り続けるぞとセールス終わってもやるぞみたいなね 話なんですけどだって億万長者合宿本当終わってますからねだから絶対、これは絶対に一つ言えることがこの業界情報業界で僕十何年見てきましたけどセールス終わってこんなに発信できる人は誰一人いないですよ億万長者合宿もやんないですよあと久保さんとの合宿は当分やらないですしやるとするならば2034フェスです これは別シリーズでまた作っていくと思うんで、やりとりめっちゃ続くな。ちょっと2034フェスここに入れたいですよね。<laughs> また2034、でも2034フェスは新しい再生リストを作った方がいいかな。そうそう。久保さんとなんか次にやるっていうのは2034フェスなんですよ。これは全く全然別事業です。完全なる別事業になると思います。今までにないその情報ビジネスとかそういう概念ではなくて、うん、フェスですから。 フェスフェスを開催するっていう。だから全然違う企画、事業になるんじゃん、大きい本当に事業になるんじゃないかなと僕は思ってますよ面白いですね、うん。だから久保さんとしかそれもできないだろうし。 まあ、あとはね見ていただいてる方がどうジャッジするかわからないですけど少なくても販売が終わってから販売が終わってからでもここまでアウトプットして情報を発信してる人はいますか今まで過去にいましたかじゃあ今昔商品を買った人で今なおずっとここまでの量をこなしてる人はいるかっていうそこを見ていただいてそこを見てそれでもそういった販売だけ第5話とかね 第6話の作られたものだけ信用するんだったらそれはしょうがないと思いますよ僕は救えないですしうんだから、うん、なんだろうな僕はまあ結論まあ事実としてでもそれでもお客さんやっぱ来るんでだまされましたみたいな僕はまあ続けますけどね、うん、ただ、うん、もうそろそろ気づいてほしいなとは思いますね、うん、そろそろ気づけようと。 まあ僕たちのね、影響力が少ないっていうのはありますよ。なぜならば、久保さんはチャンネル登録者数8000約あります。僕は2000ありますけれども、結局、広告出してないんですよ。リーチ行かないんですよ。広告出してないからそこまで。うん。だから結局、プロモーションとか大きいプロモーションって広告ガンガン、広告何千万とかかけてるんで、それは僕たちがいけないリーチに行ってるじゃないですか。それはしょうがないんですけど。うん。だからまあ、 見ていただいてる方はまあ気づいてほしいなと思いますしそろそろ、うん、何かに決めて、えー、何かをやるっていうことをやってほしいなと思います、うんはい。ということで久保さんのね送っていただいた動画この後映しますんでよかったらどうぞ。 まあ、情報の見抜き方っていうのは非常に大事になってきます。金持ち倒産になる方っていうのは情報の選別の仕方が上手なんでしょうね。何を信用して何を無視するべきかってことに間違えてないのかなと思いますし貧乏倒産のままでいる方っていうのは情報の取り方が悪いという。 詐欺師を信じて誠実にやってる人を詐欺師扱いするというねこういうふうなマインドがあ働いてるんではないかと思います現実的にはほとんどの方がですね偽物物を追いい求めてて本物に気づかないっていうことこが起きてるんですよさあそれでですねちょっと過去を振り返ってみますと私もうん騙されたっていうかねあしまったっていう経験が結構あって例えばねなんか平成のガリレオっていう人が出てきたこうやって。これがね結構上手に作られてるんですよ。 で、わ、すごいなと思ったり、実際にその平成のガリレオに、こう、会える場面があったりとかしてね、まあ、会う、会えるんだから間違いないだろうと思っちゃったりするわけなんですよ。 で、まあ、あとはね、マトリックスアフィリエイトみたいな感じでこうやってるんですよ。2チャンネルに集まったアクセスを取ってきて稼ぎましょうみたいなね。そういうのもきちんとドラマになっていて、なんか見れば見るほどまた見たくなっちゃってね、うわ、これすげえな、これだと思ってやってきちゃったりするわけなんですけども、まあ、それもね、途中でコンテンツの数字でポーンと飛んでしまったりとかして、なんかフォーチュンビジネスみたいなのもあったわけなんですよ。で、いろいろあるんですけども、なんか結局はね、あのー、その後、本当にそれが、 続いてきたのはどうかってことはちょっと分からないということなんですよね。でから何を言いたいかっていうとあのいろんなプロモーションをやればやるほどあこういう仕組みで買う人が出てくるんだとそしてやってない人がやったように見せかける演出っていうのもスキルが上がっていって実はそうでもないものが結構あるんだみたいなことに、ね、気づくことも結構あるんですよね。でまあ今ちょっと名前が出たのがねいくつかあったんで私はそのプロモーションしかちょっと知らないんで思うんですけども。 あの商品の販売戦略としては間違いないんですよ要するに商品を売る方法っていうのはすごく長けてるんですよねですからあの何が言いたいかっていうとあの、まあ、例えばね結果の出ない商品を買ったにしても買ったという自分の心が動かされた現実があるわけですよだったらそれこそが教材なんですよね。どどううしししててててて自分分はそれに万万ととかか払ってしまっっっまたのかっていうところを分析していってなるほど こういうふうなフックがあってこのキーワードに対してメールアドレスを登録して登録したメールアドレスに対して送られてきたものをもうし何真面目に見てそれをまともに信じてしまって裏付けも足らずに次の話を言ったとでその繰り返しでこの方法なら間違いないと思って動画に出てる人を信頼したっていう現実があるんですよね。 信頼ししたのは誰でででもなない自分が選んで選んん択してるわけなんですよだからある時ねこれが結果が出ないとかトンズラされたからって言ってこいつが悪いあいつが悪いっていうのはもう完全にもうもったいないっていうか思考停止でこんなことを繰り返してるからまた引っかかるんですよだから自分の頭を鍛えていって何を受け取るのかってことを鍛えていかないと本当に同じことになっちゃいますんで,で何を持ってね 見分けるかってことは非常に難しいんですよ。もう少なくともセールスが終わったのにやっているセールス前、むちゃくちゃまだまだやっているって形ですよね。皆さんも経験があると思います。保険の勧誘ってのがね。誰しもね。嫌がるものですけども、保険の契約をするまではむちゃくちゃ。何回も丁寧に言ってくれて、何回でも説明してくれるんですよ。で、契約して入金が始まるともうその人は来なくなるんですよね。本当は別なんですよ。吉田さんと私の違うところってのはここです。吉田さんと私はどあのね。お互いにこういう風うに思ってます。 購入してくれた人に対してはむちゃくちゃサポートかけていくんですよ。購入してない人に対してもサポートかけてるんですよ。億万長者合宿がい,い例じゃないですか。もう終わってるわけなんですよ。これを300は取って1万羽まで行こうとしてるわけじゃない。なんで1万羽まで行くんだと。購入者増えないんですよ。何なんでしょうかね。うん。ほんと、内柄出るものですね、これは。 本当に変なものを買う人が出るよりも先に自分たちのところに受け止めてあげたいなっていうこの善意から来てるものではないかなと思います。私もそれにね負けないようにあの自分の利益を度外視してかけられる時間をしっかりかけていきたいと思います。まあ、そうすることによってね一番鍛えられるのは結局は私たちだってこともありますんでね。まあ、ですから最初のお話に戻りますけどもえぜひね あの、質問とか相談をいただけるような信頼される人間になっていっていただきたいなと思います。もういっぱい動画撮ったんでね、もう喋りにくくなってきました。はい、今回は以上です。吉田さん、頑張ってください。